そうなんですよ。そのまま寝てればよかったに。ね、今日ちょっと配信 予約なんで入れたんだろうって思った 自分でも。早起きが終わった日にすればよかった。やらかしました。その日のね、朝はねショールームしようかなって思ってたんだけど、夜になったら眠すぎてびっくり。なんでね、ちょっとこのベッドから ベッドからもうすぐに配信してます。失礼します。こんなとこから失礼します。パネルがね発表されたんですけど、なんか今回はシングルのやつと PR 舞台2種類あるんですよ。なんとなんと2種類ともぜひゲットしてみてください。申し込みました。うそん。今回はねどっちも横型だったと思うから、どっちも並べて飾りやすい気がする。でも結構パネルとかね、もう全部集めてくださってる方とかいらっしゃったりとかして、よくねオンライン話し会とかで見せてくれるんですけど。今回もね、ぜひ集めてみちゃったりとかしてください。どっちのパネルがおすすめ？両方おすすめです。両方おすすめでございます。でも受注らしい。よろしくお願いします。どっちもグッドジャスト。ありがとう。あれだ。アラーム鳴ってる。やばいやばい。起きようと抗ってる証拠が。こんばんは。意識がどっか行く やばいやばいやばい。なんかコメントを読んでたら意識がどっか行きそうになる 今ちょっともう天国の境目だった。あ、すいません。天国行けるか分かんないけど、今ちょっと一番近いところにいたかもしれない。
眠眠にゃんこ、眠くはなくなったんですよね、そろそろ眠くはなくなったんだけど、意識がやっぱちょっと寝起きの意識だから、白いカンガルーやないか、白いカンガルーとかさまだ覚えてる人いるんだね、そのコメントにびっくりするんだけど、ありがとう、多分知らない人の方が多いよ。こんばんは、こんばんは。眠らなくなっても困らない。困る、寝たいね今日は。明日が早いから。この間のリリーベありがとうございました。めっちゃ楽しかった。一気をする心。16人バージョンね。フルバージョン初披露したんだけど。なんかお見送り、お見送りもあって、でなんかラゾーナ川崎でリリーベがあったんですけど、お見送りもね、なんか昔のハイタッチ会のハイタッチなしバージョンみたいな感じで、なんかずっと喋ったりとか皆さんがループしたりとかするやつだったんだけど、なんかちょっと懐かしすぎて楽しかった。久しぶりの人とかねたくさんいてね、ありがとうございました。萌え台詞ね、萌え台詞すごいよね。私リハもなんかくじ引きだけしたんだけど、リハでも当たって、本番でも当たって、もうびっくりした。これやらせるのかなってぐらい当たりすぎてて、リハでも、まあ、リハではやらなかったんだけど、本番当たった人がやってくださいみたいな、わらわらって感じだったんだけど、本番でも、でもめっちゃ適当に撮ったやつなんですよね。だからみんながすごいねみたいな、そうなんです、なかなか運命を感じました。短時間であのセリフ考えた、そう、もう踊りながらライブしながら、やばいやばいどうしようどうしようって、最後の曲らへんもうずっと考えてた、何にしようか何にしようか。心ここにあらずでした。踊りながら考えれる。そうなんですよ、本当にあれのせいでだいぶ集中できなかった。でも結構評判良くて、その後のお見送りの時に良かったよってのをめっちゃ褒めてもらえて、びっくり、ありがたい。ありがとうございました。今日マックのてりたま食べた、春の訪れ食べました。あとなんだっけ、さくらんぼフィズ、マックフィズ飲んできた。なんかここら辺で食べ物で春を感じる。
瀬戸内レモン、あ、レモンはね、あんまり好きじゃないから、レモンではない、普通のやつ頼んでた。いろいろあった、でも種類。すごいね、あのショールームのギフトもね、なんか桜になってる。美味しかったです。幸せを感じました。花で春を感じないとか、さすがや。桜とかまだ咲いてる？どうなんだろう。なんか東京でちょっとロケした時に白だったから、あれは桜じゃないよな、なん梅かな、梅は見たんだけどね、桜とかはまだ分かんなかった。でもお花見したいなって思う。桜餅のギフトありがとう、かわいい。少し咲いてる。うそ。広島はね、平和記念公園とかがめっちゃ綺麗に咲くんですよ。まあ、あんまり行かないんですけど。あと川が多いんですけど、広島はね。川沿いはだいたい桜咲いてますね。だからみんなそことかでだいたい写真撮るんだけど、まだ咲いてなかった。咲いたら行きたいね。6周年の時はまだ咲いてんのかな。どうだろう。アラームが。アラームが抗ってくる。6周年の時はまだ前半だから咲いてるんじゃないかな。なんか話そうと思ったんだけど忘れちゃった。アラームのせいで気を取られてしまった。お花見配信懐かしい。またやりたいね、お花見配信。お花見配信は外で配信できないから中でするしかないんだよね。舞ちゃんとしてた。そう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 。懐かしいですね。こんばんは、お疲れ様。お疲れ様。ショールームでいろんなことしてたね、あの時は。またやりたいですね、なんかそういうの。やばい。顔が、寝起きの顔をしている。あと5分。
あと5分？ 5 分で終わっちゃう。そう。それはやばい。早い。正しい写真集の情報ない。またあるんじゃないかな。でももう先行カットが公開されたけどね。でもあの先行カット多分ね、写真集の中には入んないと思うんだよね入らないカットだと思うけど、ああいう雰囲気どうなんだ、入るのかな。私は選んでないけど、どうだろう、入るかもしれない。編集の方が選びました、あのカットは。そろそろ終わろうかな。コメント今日も終わる。やばい、今日も終わってしまう。誕生読むか。13位ヨシオンさん、12位一下さん、11位ナナシマルさん、10位マピさん、9位トートーさん、8位カズノイさん、7位シオさん、6位ノーヨシヒロさん、5位ジェリーさん、4位キョイさん、3位ソウリュウさん、2位ペルさん、1位コモチャさんでした。ありがとうございました。明日が始まる。そうなんよ、明日が始まるよ。ヨーヨー。ありがとうございました。またちょっと配信やるかわかんないけど、やった時はよろしくお願いします。明日も頑張ろう。頑張ります。とりあえず起きれますようにって感じで起きます皆さんも頑張ってくださいカレン、ありがとう。あの NHK のね、Jメロ今夜放送2時半とか、ちょっと深夜なんだけど、花だれと一挙する心どちらもフルでフルバージョンで放送してるので、よければよければ見てみてください。予約してる。ありがとう。さすがです。録画予約した。ありがとう。ということで、おやすみなさい、ぽやん。元気で、明日もまた元気で頑張りましょう。ありがとう、ありがとう、こちらこそ。